黄金の乱に端を発した天下の乱れは、軍友割拠の世をもたらした。知略、盟友、持てる才を刃として、男たちは覇を争い。ある者は一時の勝利を手にし、またある者は己の大志の終焉に涙した。今、二つの巨星、曹操と袁紹が関東の地で激突する。張良は、 この戦より曹操の軍に加わって戦う董卓、呂布、そして曹操。主を変えながら、なおも張良は己の軍に誘われるように戦場に立つ。結局私は戦場に立つか。董卓殿、呂布殿、彼らのもとでは あるべき部は見いだせなかった。ただ強き力は棒ともなる。真の武とは一体。おいおい、悩める戦士ってのも絵になるけどよ。とりあえずきっちりやることやろうや。かっちゃもお前の戦果を感情に入れちまってるんだ。分かっている。今はただ眼前の敵を退けよう。 炎章、質も数も備えてきたか。いい国だ、この戦、飛躍で活路を開かねばなるまいな。大きな獣ほど多く食らわねばならぬ。軍もしかり、敵の急所は武装の兵糧庫でしょう。とはいえ迂闊には動けません。今は白馬、炎章を閉じ、火を待ちましょう。我が死略に誘うなど肩払い隊は全軍将、将軍軍が撃ち取った。敵将、将軍軍が撃ち取った。伝令、遠心が炎将軍の襲撃にさらされています。遠心なくして我が方の陣容を集めて戦力を集中し敵を撃退せよ。敵将、将軍軍が撃ち取った。 敵軍の増援が接近している模様。
やっぱ戦で名を馳せただけのことはあるぜ。いや、
私はひたすら武を振るったのみ。教えてくれ将軍。私の武は暴とどれほど離れたところに立つ。は？難しい。あや、小難しいぜ、お前はよ。もちっと気楽に行こうや。見えないもんは見なくていいもんだ。武が何をもたらすのか、いや、そもそも何のために武を掲げるのか、私にはまだ答えが見えぬ。打ち破った曹操は群雄の中でも飛び抜けた存在となった。上将の地位を得ると要衝慶州を手中に収めるべく南進、そして慶州刺史劉表の家督騒動に乗じ、曹操は労せずして慶州を得た。その後曹操は間を置かず、民を引き連れ高陵へと逃げ出した劉備を追討する軍を送る。世に大徳と呼ばれる劉備を迷いなく討とうとするその意志は、武の意味を問う長領の迷いとは対極にあった。劉備様、劉備様がきっとわしらを幸せにしてくださる。乱世に徳で立つと、そのようなものに刃を向けてよいものか。やつは逃げているだけだ。おそらくは答えも持たずにな。それも綺麗にあれば話にならん。では曹操殿には答えがあると。おそらくな。俺はそう信じている。あれこれと思い悩む前に、俺たちはこれだ。劉備を天下に放ってはおけぬ。生死は問わず、やつを追い捕らえるのだ。やはり曹操は悪鬼の化身じゃ。民に構うな。我が軍が追い打つべきはただ劉備のみを。民に続けて劉備は足を止めて振り返る。有効ですが、優雅とは言い難いですね。敵将、将軍軍が討ち取った。
軍軍が討ち取った。次は絶対負けねえからな。趙軍軍が討ち取った。みんな、橋を渡れば趙公は目前だ。耐えてくれ。生きて共に明日を迎えよう。敵将、趙軍軍が討ち取った。ここまで引きつければ十分ですな。伏兵部隊、敵の進軍を食い止めるのです。事前に兵を排していた。見事だ。さすがは諸葛亮。神を挙げ兵は捨て石とし、同じ命であろう。友人やな、劉備。敵将、趙軍軍が討ち取った。敵将、趙軍軍が討ち取った。一人で攻め来る。優れたる軍に溺れたか、趙梁。敵将、趙軍軍が討ち取った。敵将、趙軍軍が討ち取った。見事だ、趙梁。そう、どこまで高まるか。敵将、趙軍軍が討ち取った。この拠点は趙軍軍が制圧した。敵将、趙軍軍が討ち取った。この部は劉備殿の大使のため。いざ、超死竜の槍、道阻む者は容赦せぬ。これは手強い。押されているぞ。敵将、趙軍軍が討ち取った。お見事ですな。我らも武を示さねば。この撤退は筋書きであります。敵将、趙軍軍が討ち取った。したか。あとは奴を亡き者とすれば。武の道と進むまで。
長領か。まあ座れ。お主の働き見事だったぞ。僭越ながら伺いたい。殿にとって波動とは何であろうか。呂布や董卓と同じようこの天下一帯に己の力を及ぼすのだ。ただし奴らが求めたのは己あり、ただ我欲のみ。わしが求めるのはもっと先、天下を御するリーグ。我欲を超えた先に道があると。ならば我が道も己の武を超えた先に見えるや。この宋孟徳の力となれるか、超文言よ。迷いは晴れました。この武、殿の道を開くために奮いましょう。藩での追撃戦で惜しくも劉備を取り逃がした曹操は一度慶州へと帰還した。長江を擁する慶州には強大な水軍がある。孫吾との戦いに備え、これを曹操軍に取り入れることが狙いであった。対する孫吾は故徳周瑜の主導で徹底抗戦を決断。逃れ来た劉備と連合すると石壁の地で曹操を迎え撃つ。関東以来の大規模な戦を前にしながら、長領の心はかつてないほどに穏やかであった。いい風だな、徐行殿。長領殿、随分と涼やかな顔をしておられるな。いや、徐行殿にとって武とは何であろう。唐突でござるな。うん、言うなれば我が武は我が物にあらず、拙者はただ武を体現する器に過ぎぬ。すなわち武とは己を超え信ずるところへと導く力を言うのでござろう。なるほど、感謝する。良い答えをいただいた。何の、貴公はすでにご存知でござろう。そろそろ参ろうか、我らの武を示すために。孫吾の武勇など数で飲み込めばよい。狙うは敵総大将孫権よ。全軍進め。諸見より報告、敵陣付近に怪しげな祭壇があるとのこと。孫吾、わじないに手を打って近くにわじないの主がおる。それを撃て。敵将将軍縁が討ち取った。ドラを合図に船が動く。敵陣へ攻め込むのにお使いください。
ただし敵もこれを意識してきましょう。船を動かす際は周りに用心されます。敵将、趙軍援が討ち取った。とうとう指示通り船を鎖でつなぎました。ですが、これではいざという時。心配いらないよ、勝てばいいのさ。そのためには足元を安定させないとね。私が敗走しては策はなせませんが、あとは皆さんの力に委ねるとしましょう。ドリトは切符の言うか丈夫の言うか、このわしが確かめてくれる。敵将、趙軍援が討ち取った。
趙軍軍が討ち取った。何するものぞ。さあ、この対岸に勝利の美酒を振りまかん。武の道、人進むまで。赤壁での戦いは勝利に終わったものの、その戦果は乱世を終わらせるには至らず、結果として天下は曹操、孫権、そして劉備の3人の英雄が割拠するという三国鼎立の時代を迎えることとなった。劉備と孫権は強大な曹操を切り崩すため南と西から同時に魏領へと攻めてきた。曹操は五軍を退けるため長領を合肥へと向かわせる。敵は勝負の孫悟、長領の闘志は矢が上にも高まった。今この合肥へと迫る孫悟、そして遥か西より気を伺う劉備、人は何故こうも天地を荒らし争わねばならぬのか。それは志あればこそ。それぞれ掲げる志があり、それを信じる武人たちが刃を振るうゆえ、武人は武の器、そして武は志を宿すもの。あまたの大使ある限り、武人が刃を交えるは必要か。避けぬならば、せめて我ら強き武にて乱世の終焉を早めん。大使のため、今我らの武を示す時、苦戦せよ。孫悟を退け、合肥を守るのだ。敵将、趙軍軍が討ち取った。
奮い立たさねば。で勝利をつかむのだ。将軍軍が討ち取った。
将軍軍が討ち取った敵将将軍軍が討ち取った敵将将軍軍が討ち取った伝令敵の増援部隊が向かってきているとのことまされたようだな。これがお前の部下。味方の俺すら恐怖を感じるわ。曹操殿の軍に参じ、将軍をはじめとする多くの優れた武人と交わった。そのおかげであろう、私は今迷いなく武を振るうことができる。それにしてもできすぎよ。葬儀三軍の筆頭はもはやお前かもしれんな。
張良の活躍は孫悟を合皮から退けた。だがその一方、西の帝軍山が劉備に制されてしまう。一進一退を繰り返す情勢の中、曹操は楊に就任。対する劉備は漢中王と名乗った。この混迷の状況下、五将周芳が魏へと投降を申し入れてきた。呉の策か、あるいは攻略の好機か、いずれにせよ戦場の武にて曹操の大志を支えることが己の道。張良は隠然と石庭の地へ向かう。ほう、殿の説く理とは天下を変える理か。しかしそれは民を変えるの力ある者の理では。そこだ。我々は民に力がないと決めつけているが、そもそも民を力なき者としている今の天下が覆ったらどうなる。少子も民もない。つまり天下万民に力を生かす機会が訪れると。人の才を生かす理か。なるほど、この部を捧げるに足ろう。中央の探索を見破れぬこの身の不明を。敵将、早急、完全にこちらの術中です。中央の投降を信じて艦長へと入りました。敵将、趙軍軍が討ち取った。艦長にて包囲された曹軍の流出せよ。逃げつまる罪を徹底的に叩くのだ。あたしと勝負しよう。祈れ集合。ここを装い、これを誘い出すとは気がつかんねえ。恥ずかしめ、注がせてもらうぞ。育ちのいいやつってな、これだ。もうお前は用済みだ。よならだ。そうだ。趙軍軍が討ち取った。こっちはお人よしの早急を考え中でね。邪魔はさせないよ。さあ、これで遊ぼうか。これが大暴れにゃ、私の策も上がりだぜ。ほら、早急楽もしやがれ。敵将、趙軍軍が討ち取った。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも不明をあげるぞ。敵将、趙軍軍が討ち取った。敵将、趙軍軍が討ち取った。無理して攻めるっていいことないしね。相手に下がって呼吸でも打てるんですか。上手に上手に次に会えるときに倍返し。敵将、趙軍軍が討ち取った。敵将、
将軍が討ち取った。相当やりやがった。相当だ。覚悟はできてんだろうな。鈴の観念が相手よ。いやいやでかかってこいや。しかしこの結果一旦預けたぜ。敵将将軍軍が討ち取った。我々も奮起するぞ。目標を敵拠点に定めよ。一気に落として敵の戦意をくじくのだ。奇襲だと。同時のだ。慌てては敵の思うツボだ。敵将将軍軍が討ち取った。この拠点は趙軍軍が制圧した。さあ俺と勝負だ。ハンドしろ。敵将趙軍軍が討ち取った。まずまずの戦ぶりだな。我が軍の者にもいい刺激となる。耐えて時を待つ。私が貴様を倒すまでよ。
足の大使はついえてはいない。敵将、趙文元が討ち取った。よし、この戦わしらの勝利よ。今回の先行第一は罠にかかった早急だ。武の道と進むまで。らの働きは呉の北上を許さず、また漢中側の戦線でも魏軍は蜀の侵攻を退け続けた。疲弊した蜀と呉は天魂一滴、主だった将兵の全てを投入し、南と西から同時に魏へと進軍を開始した。曹操はこれを天下掌握の好機と見ると、五色それぞれに対し必勝の布陣を敷く。呉を迎え撃つ要塞合肥新城には、無論合肥の刀身張良の姿があった。張良の武が今戦乱の世に幕を下ろす。待て張良、お主の働きわしの想像をはるかに上回っておる。何かが見えたか。わしには見えぬ武人としての答えが。いまだ。しかし人の生とは答えが見えぬまま進むもの。ならば己にできることを信じ、ただ進むのみ。その覚悟はもはや揺るぎませぬ。頼もしい言葉だ。それでこそ趙文元よ、その武にて我らが進む道を切り開くのだ。よい。その名脈を断つ。援軍、まずは援軍が来るまで応戦せよ。敵将、趙文元が討ち取った。うちに引き込み食らうこの合肥新城は魔性の城よ。将、趙文元が討ち取った。
ても厳しい状況だな。
勝てると思ったか。戦を甘く見るとどうなるか思い知れ。名乗らずともよい、切り捨てるまでだ。公園殿、よしてくださらぬか、そのような呼び方。なり。でもよ、実際お前は強くて立派な天下の大将軍様だぜ。もっと堂々と踏ん取り返ってりゃいいんだ。穏やかですな。乱世を超え天下は変わった、それを実感できる。まあ殿の理想が広く行き届くまでもうちょいかかるだろうがな。うん、その時こそこの刃を横たえるとしよう。